な収録以前から何度もお世話になっているお店、もう名前忘れてるんですけど、で買った干し芋、あのお餅とか買ったところです、と業務スーパーで買った2種類のスイートポテトを食べていきたいと思います。さつまいもスイーツ、まあスイーツっていう昔ながらのお菓子っていう気もしますけど、干し芋とか結構好きなんですよね。自分噛んだ瞬間にじわっとまろやかな優しさが広がってくるのがいいって、なんか何重にも襲われているんですが、これこう、わわなんかいけるよ、いけるよ、いけるよ、もうちょっとこれこぼしそうなんです、下に、もう先にやっときよな、こういうのはって感じですよね。ちょっと後ろ見せでどうする、はい、出ます。うわ、さつまいもの甘い香りがいいですね。ベリーっと剥がすと美味しそうな干し芋が、うわ、くっついてる、くっついてる、引き剥がしていただきます。噛んだ瞬間にじゅわっと広がってくる優しくも厳しさを感じる味わいと、スーッと溶けていくさつまいものや甘さ、これほんとすごいですね。昔ながらの味わいという、なんだかすごいパンチが来るわけではないんですけど、心落ち着く商品になっていると実際に食べて私は思いました。もっといろんな形で食べてみたくなるスイートポテトと干し芋ですね。でも干し芋に味付けちゃったら昔ながらの味わいではなくなっちゃうかな。なので時にはほっと一息つける昔ながらの味わい、あなたも堪能してみてはどうでしょう。ごちそうさまでした。最初に食べた干し芋は一つ一つが結構噛み応えがあって、なんか噛んだ瞬間さつまいもの優しい甘さが広がっているんですが、同時に結構歯応えがあるので少し厳しい一面もある商品に仕上がっているなと思いました。なので顎のトレーニングになる反面、柔らかいものに慣れ親しんでしまっていると少しきついかなと感じるかもしれない。まあ自分は硬いのも好きなので鍛えるのにちょうど良かったですけどね。で残り2つのスイートポテト、まず通常のスイートポテトにつきましては、なんか口の中で私はねスーッと口の中で溶けていって、さつまいもの優しさを口の中でふわっと広がっている。一方紫芋のスイートポテトも口の中で溶けはするんですけど、通常版に比べるとやや歯ごたえが残っていて少しコリッとしている楽しみ方もできまして良かったです。スーッとは溶けていかないんですけど、その分紫芋の優しい甘さをより強く感じられるような気がしました。なので今回食べた中だと紫芋のスイートポテトが口の中でスーッと溶けていきつつも少し残って歯ごたえを出してくれる絶妙なバランスに整っていて、一番美味しいと思ったので代表として5点とさせていただきます。すみません、紫芋はタルトだけではないんですね。それでは雪だるま少女を見るかなその瞳を、雪だるまにじっと見つめられたら、いやちょっと怖いかな。というわけで本日は干し芋と業務スーパーのスイートポテト2種を食べてみた動画でした。あなたもさつまいも食べたくなりました？もし食べたいと思ってくださったのであれば、高評価チャンネル登録、なんでここで噛む、高評価チャンネル登録、そして動画の拡散をしていただけると嬉しいです。では演舞終演。